ワイヤロープを設置した中央線ワイヤロープ式防護柵とは、高速道路の暫定に車線の区間に設置される防護柵のことである。日本の高規格幹線道路の暫定に車線区間では、車線分離にセンターポールと遠石を用いる。ただ、対向車線の車の飛び出しを防止できない。したがって、正面衝突事故が発生しやすく、重大事故に至りやすい。 そのような事故を減少させるために2010年からワイヤロープの研究が行われた。高い安全性ワイヤロープに車両が衝突した際、支柱が倒れ、ワイヤロープのたるみが衝撃を緩和する。したがって、乗員が受ける衝撃が小さく、高い安全性が確保される。ワイヤロープ式防護柵は、細い支柱にワイヤロープを通す構造であるので、設置幅が少ない。したがって、 設置に伴う工事費用削減が可能である。緊急時には人力でワイヤーロープと支柱を取り外すことができる。したがって開口部を設置することが容易である。事故後の復旧作業は破損した支柱を取り外し、新たな支柱を補装の元の穴に挿入し、ワイヤーロープを張るというものである。この作業は 人力で短時間で完了することが可能である。事故車両が自走不能となる確率が高い。対策として同流レーンマークの施行が行われている。ただ、自走不能となった車両が滞留したとしてもその速報を通行できる。接触事故の増加によって復旧工事のための通行止め回数が増加している。この事案には復旧時間の短縮を図ることにより、 交通への影響を最小限にしている。土工部及び中小橋に比べ福音が狭い。そのため、以下の課題が挙げられる。現在、ワイヤロープに代わる新たな車線区分策の技術開発を進めている。2019年4月1日現在、暫定に車線の高速道路の有料区間の22路線、約 180km に設置されている。また、 軽銃の中小橋に置いて設置されており、その他は土工部に設置されている。暫定に車線の高速道路の有料区間の共用延長は約 2517km であるため約7%の設置にとどまる。また、北海道や東北ではワイヤロープに LED を巻き付けるという思考がなされている。そのワイヤロープは防風雪による ホワイトアウトが原因の交通事故の防止につながる。写真の中央線付近の白く太い線の部分。ありがとうございます。